はい、どうも、コミです。さて、本日はですね、関西クラクラクラブから見ていきたいというふうに思うんですけども、今日見ていきたいのはですね、ドラゴンコウモリドラグバットっていうやつですね。で、私のチャンネルなんですけども、基本的にクラン対戦系の動画中心にやっております。まあ、クランにて、対戦で星3が取れるかどうかって大きな、ポイントかというふうに思います。そこで結構モチベーションも変わってくると思うので、まあ、そういった悩みを持っている方の、参考になる動画やっていきます。今日はタンホール13ですが、12、11もやっていきますので、まあ、これ最後までご覧いただきまして、いいなと思ったらグッドボタン、またはチャンネル登録までの方はよろしくお願いいたします。というところでですね、本日早速ドラグバットを見ていきましょう。ドラグバットってやっぱね、かっこいいですよね。何せ。決まったらおーってなるじゃないですか。やっぱね、そこがね、このドラグバットをやるね、僕一個のモチベーションなんですけども、まあ、決して簡単ではないんですよね。まあまあ、まあいろいろ言う前にまずは見ていきましょうか。こんな感じですね。ミケネコさんがですね、ミケさんがね、めちゃくちゃこの攻め方うまい。ドバッと出すサビ集もうまいし、これもできるので、もう陸も空も大体、二つの攻めができると、何かしらの攻めが当たるっていう感じですかね。だから攻めれる村の幅が広がって、めちゃくちゃ、いいです。で、ミケさんのこのパターンっていうのはもう決まっていて、タウンホール周り見るんですね、タウンホール周り。タウンホール周りに、マルチインフェルノ、ウィズド、これが少ない。これ、すごく重要です。で、少ない場合には、タウンホールさえ突撃艦でね、こう落としちゃえば、ボンって落としちゃえば、あとは、周りをコウモリで、この辺、グワサーってこう、グワサーってこう、削れちゃうわけですよ。それを狙っていくんですね。で、そのための、まず序盤のカットをしっかりやっていきます。バーバリアンキング、アーチャークイーンを使って、イーグル砲とかですね。あと、この投石機を本当見たかったんですけども、多分ロイちゃんがちょっとね、横からの方向に勝手に走っていっちゃったんで、これで、投石機が壊しきれなかったですね。ちょっとまあ喋ってて、言いませんでしたけども、ここ、壁開けをしてクイーンを入れようと思ったところが、壁開かなかったんで、こっちの投石機方面に出すためのロイちゃんを仕方なくキングの方面に連れて行ったという格好になっていました。で、タウンホール周りの防衛を見ると、こっちはシングル、この上側がマルチなんですね。なんで、こちらの面からドラゴンを出して、このマルチを狙っていったってことですね。もしもこれ逆だった場合には、ドラゴンの出す面を変えていたと思います。マルチインフェルノと、ここでしっかりと、ウィストを壊していく。さらに、トームに突撃艦を乗せることによって、確実にタウンホールに届けていって、中に入っているイエティにレイジーをかけてタウンホールを落とします。さあ、こうなってくると、もう、この、うまいですね。この、うわ、これうめえな。投石機の真上から、コウモリを出すことによって、きっちりですね、投石機を、脳呪文で突破していったんですが、なんか今、あれかな、赤風船食らったかな赤風船食らったっぽいな。で、さらになんかウィストのダメージも2発ぐらい受けちゃって、それでコウモリがなんかだいぶいなくなりましたね。いなくなっちゃったけど、まあ、いなくなったけども、結果的にはなんだ、もうコウモリほとんどなくてもいけちゃうレベルのうまさでしたね、これ。こちら側のやっぱ、すみません、失礼しました。こちら側のカットがかなり綺麗に決まっていたということによって、ドラゴンたちの進行がまあすごく良かった、スムーズだったので、最後、投石機に対しては、ちょっとね、危なかったんですけども、コウモリがやっぱ効いていたし、で、対空砲に関してもね、残してて苦しきかなと思ったんですけど、押し切っちゃいましたね。まあ、その結果をもたらした一個の要因は、これ、クロスボウ全部陸なんですね、こういう風に。全部陸なんですよ。なので、この陸のクロスボウばっかだと、やっぱドラゴンにとっては相性いいですよね。さらに、ここ、対空砲が2本固まってるんで、ここをね、キングとアーチャークイーンで壊そうと思ってたと思うんですけども、壊しちゃえば、対空砲2本まずもらえるわけですよ。さらにもうクロスボウは、もう単なるこれストレーション変わんないですね。金庫とか金山、金庫とかエリクサーポンプと変わんないんですよ。こんな別に対空砲の対してた場合には。ドラゴン全然影響ないですから。っていう点と、さらにタウンホール周り、マルチ攻撃がほとんどないですよね。マルチインフェルノとウィズドここにあって、あとここに1個ある。で、上方面からドラゴンが出ていってしまえば、タウンホール突撃があった瞬間に周りはもう全部単発攻撃。なので、この2個の対空砲、これですね。本当は多分コウモリで、ぐわっとこうね、折っていきたかったっていうことなんじゃないかなというふうに思うんですが、ちょっとそこはね、この投石が残っちゃったから叶わなかったというところでしたけども、まあ、プランニングを練った際の、まあ、ポイントはそういうところだったのかなというふうに思います。おそらくね、この投石がここに残んなかったら、コウモリこの上側から出していって、対空砲を優先でこう折っていったんじゃないかなって思いますね。おそらくですけどね。はい。
という感じですね。まあ、この村選びもすごく重要なんで、そこを間違えずにちゃんと選んでもらうっていうところがまず一つかなというふうに思います。ではですね、もう2本見ていきたいと思いますね。次は TH コンプリータさん行ってみましょう。まあなんといってもミダさんの、アタックですね。なんか最近ミダさん紹介するケース多いなっていう気がして、他の方申し訳ないっていう感じなんですけども、あのドラグバットミダさん上手いです。まあドラゴン系の攻め最近ミダさんすごく多いなっていう気がしますね。さっきミキさんがやっていたようにクエイクライトニングを当てて、この投石機を、ホーミングシールドで追っていきます。これテスラが大量に出てきて少し危なかったんですけども、判断上手いですね。バルーン当てていって、しっかりとこのウィズ島にホーミングシールドが当たるようにして、そこに、シールド当てていくことによって投石機にしっかりと、シールドダメージ入れてきましたね。でそこに、クエイクを打ってやったでライトニング後打ち、まあ、後打ち別に先打ちでもいいと思うんですけども、もしもシールドが外れちゃった場合にはおそらくこれを別のところに使おうとしたんだと思います。投石機が壊せるから投石機にライトニング打ったけどっていう感じだと思いますね、おそらく。まあ、そういう細かいところも上手いですよね。もしも投石機が壊せなかったらライトニング無駄にならないようにこのエアスイーパーに打とうかなとか、多分そういう考えじゃないかと思うんですけども。で、今回も同じですね。クロスボウが対地なのでほとんど効いちゃいませんよね。でキングクイーンを外側からこうぐるっと歩かせながらトームに乗せた突撃艦でタウンホールを落としていくということですね。これ、スニークゴブリンプラスドラゴンにしてるのかな、おそらく。うん、壁際にタウンホールがあった場合には爆弾とかがないのでスニークゴブリン結構いい仕事をしてくれます。壁際じゃない場合には巨爆とか普通の爆弾がたくさんあってスニゴブンが全部やられちゃうというケースもあるので、さっきのミケさんみたいにイエティレイジにするのか、またはバルーンにフリーズを当ててタウンホールの動き止めながらバルーンで、ホール落とすのかとか、まあ、そんな感じにするのが基地ですね。で最後、投石機が残っていますけども、ここに対してはフリーズを当てていって、コウモリで処理するという感じですね。ちなみに、まあ、コウモリの天敵になってくるウィズ島に関しては、アイゴレで、ターゲットが取れる場合には取っちゃうという手もあります。今回皆さん上側のこの、ウィズ島アイゴレで竹取ってましたね。でそれをすることによって呪文の枠っていうのも節約して、しっかりとドラゴンとコウモリに呪文をたくさん使っていける環境にしていくというところですね。結構ドラゴンの数は減っちゃいましたけども、まあ、その分コウモリが結構ピンピンしてね、仕事をしてくれたんで、そのまま押し切れたというところです。では、まあ、うまかった2本を見たところで、これからちょっと2本ですね、失敗例見ていきましょう。これをやっちゃうと結構危ないよっていうのも見てもらいたいと思いますので、もう1回関西クラクラクラブに戻りますね。はい、こちらですね。これはね、めちゃくちゃ惜しかったという話なんですよ。ほぼほぼ全開。陸のクロスボウがやっぱり4機並んでいて、タウンホール周りには、これ壊しちゃえば、あとウィズ島がここにあるだけですよね、2本。なので、マルチインフェルノはまあ中央かな。で、この辺さえ、突破、まあ、この辺の投石機ゾーンまでかな。突破できちゃえば、この辺までかどういったらいいかな。まあ、この辺までを突破できちゃえば、ここまでですね。あとは、みんなコウモリで、まあ、焼いちゃえるだろうなっていう多分考えで言ってんだというふうに思います。で、まあ、一つうまいのはここの壁の張り方も実はうまいんですね。こんな風にこの相当綺麗にこの壁の中に入っていってるんで、ちょっとこれはこれでまた別の動画を出すんですけども、この壁の張り方に関してはまずキング、アーチャークイーン、ロイヤルチャンピオンでここのゾーンを削っていきますね。はい、しっかりと、相手の、シングルインフェ、あとウィズ島を削っていって、で、こっちでイーグル砲を削っていきますね。で、ドラゴンたちはどっから出すかっていうと、はい、これ。エアスイーパーがちょっとね、影響を、まあ、与えてくるっちゃ与えてくるんですけども、この面から一気にダッといきますね。で、真ん中の投石機までしっかりと届けていくという感じなので、これうまいのは、ちゃんとここの、キャンプをカットしてからドラゴン本体を出すことによって、まあ、こっちにこう確実に誘導していくというところですね。で、これね、突撃艦、ちょっと早かったのかもしれないですね。ここで、トーム蹴散っちゃったらしいんですよ、ミケさん曰く。蹴散っちゃったら、で、入んなかったらしいんですね、ちょっと。ためが長すぎて。ただ、突撃艦が、これ、こんな感じで、ホーミング食らって落ちちゃって、タウンホールがそのまま残っちゃったっていう形になります。で、こうなると、結構コウモリにとっては地獄で、残り3枚の、なんだ、フリーズを使ってタウンホールを止めていきながら、なんとかなんとかね、このタウンホールを落としていこうとするんですけども、コウモリで頑張って、頑張って、頑張って、はい、ターゲットを取ってる間にドラゴンでなんとか焼くっていう感じですかね。ここでね、だいぶコウモリがもうやられちゃったので、あとはもう仕方がないなっていう感じですよね。
ドラゴンがタウンホール落としてくれただけでも、まあ、御の字だったかなっていう。で、まあ、この突破できてさえいれば、あとはもうウィストをこれですね、ここにしっかりフリーズ当てて、もう、前回またなしだったんですけども、まあ、トームはだからね、タウンホールにかかるかどうかっていうのがめちゃくちゃ重要です。なので、このタイプの攻め、タウンホール周りにあんまり範囲攻撃がないよっていう場合、突撃艦にトーム当ててってタウンホールを壊しちゃって、で、そのまんまあとは、タウンホールまでの手前側のところっていうのをドラゴンで壊しておきながら、壊れたタウンホール周りにある、単発攻撃をみんなコウモリで壊すっていう、まあ、このパターン、タウンホールが壊れないとやっぱり話が全然変わってくるので、とても注意すべきポイントですのでお気をつけいただければなと思います。ドラゴンがねやられなければね、あともう迫撃砲1個だったんですけどね、本当にこれはもう一瞬のトームの遅れだけだったなっていう感じですね。時間切れでした。本当惜しかった。ではですね、もう一本はポンコスのポンクラから見ていきたいと思いますので、そちらに飛んでいきます。はい、こちらですね、僕が攻めたアタックです。これね、本当ね、ここでこそねライドラを使いたかったんですけども、直前でまたライドラバンされて、なんでドラゴン使いたいときはドラゴンバンで、ライドラ使いたいときはライドラバンなんだよっていうね、めちゃくちゃなんか噛み合わない感じになってたんですけども、このポンコツのボンクラ、毎週水曜日、ドズルさんのですね、ドズボンモノクロチャンネルで放送しています。9時からですね、まあ、夜の9時から。まだご覧になってない方、多分いないと思うんですけども、まあ、いたらですね、そちらの方、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。アーカイブも残ってますしね、毎週やってますんで。で、今回のパターン見てもらうと、タウンホール周りにやっぱりですね、範囲攻撃ないんですね。ここ、ウィストが1本あるだけなんです。なので、言ってしまえば、ここまで押し切れてしまえば、ここまで。押し切れちゃえば、あとはコウモリでもう全部いけちゃうなっていう感じでした。で、ただし今回はちょっと序盤ですね、結構エアスイーパー効いてる上に防衛軍はあるわ、シングルインフェアあるわ、対空砲あるわ、アーチャークイーンいるわ、でもう結構きつかったんで、レイジトームを一気に当てています。で、ある程度ドラゴンが進軍したところで、突撃艦を当てていくんですね。で、こいつらがドラゴンたちがもう、だいぶですね、罠吸い取ってくれてるだろうと思うので、突撃艦をおそらく落とされることないだろうなと思って安心して撃ちましたが、これね、はい、見えますかね、今。これ、ドラゴンをたげっていた、ウィズ島が、ドラゴンを焼いちゃったんですよ。この今、この、骨マーク、これドラゴンなんですけどね。で、この、焼けちゃったことによって、一瞬ターゲットを、コウモリに変えて、これ、死に際に消していきやがったんですね。これのせいで、コウモリが一気にこれ、いなくなっちゃって、こっからの進行に超支障をきたしました。いやー、からね、ここがね、ライドラだったら、このクラン城にさ、チェーンを入れていって、ドンドンってチェーンを入れていって、まあ、ウィズトまで壊してくれるなと思ったんですよ。なんですけど、ドラゴンにせざるを得なかったおかげで、ここが突破できなくて、いや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 、みたいなね、まあ、感じになってしまったわけなんですけども、まあ、今までドラゴンで見てきましたけども、ドラゴンの方がやっぱですね、なんていうのかな、この、フレキシブルさがあるんですね。ライドラってやっぱ足が遅かったりするし、なんていうのかな、その、ある、ちょっとだけどっかが残っちゃった場合に、そこにこう回り込んでいく、その機敏性に欠けるんですけど、まあ、今回のアタックみたいに、もう序盤一気にゴーンって、もう、手前半分に明らかにね、壊したい防衛がここにもう集中してますっていう場合には、むしろ、レイジレイジライドラゴーンの方が強かったりします。で、突撃艦を後ろから当てていくってパターンですね。まあ、これ完全にもうライドラのセオリーなんですけども、ライドラが使いたかったから、ドラゴンでするしかなかったっていう感じで、まあ、しましたが、そんな感じですね。できると、別にドラゴンにこだわる必要はないかなっていうふうに思います。まあ、どちらかを選んでくれればいいんですけども、まあ、慣れてない方が始めるには、まずはドラゴンの方が僕はおすすめです。さっきのミゲさんみたいに突撃艦にトーム、あとミナゴブさんもそうかな、突撃艦にトームをかけて、ドラゴンとしてね、このね、トーム巻き込んで、で、タウンホールを落としていくというパターンを使ってもらうのが、まあ、基本かなというふうには思います。まあ、今回のケースはちょっと、まあ、イレギュラーパターンですね。はい、というところでですね、本日はドラゴンコウモリ、今、通称ドラグバットというやつを見てもらいました。いかがでしたでしょうかね。結構見応えがあるアタックですよね。決まるとやっぱ、おーってなるし、かっこいいので、ぜひ、本番で皆さんも決めてもらえるように、この動画が参考になったなという方が、もしいらっしゃいましたら、グッドボタンやってもらえたら本当に嬉しく思います。また、チャンネル登録まだの方は、ぜひそちらの方もよろしくお願いできればな、というふうに思います。そして、タウンホール13だけではなくて、12、11も幅広く私やっておりますので、これからもですね、ぜひ、クラン対戦でちょっとね、なかなか
展開取れないなというふうに悩んでいる方いらっしゃいましたら、ご視聴いただけたらすごく嬉しく思いますんで、よろしくお願いいたします。では本日の動画これで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。